distinct UFOs along the top of the mountain. One of them is even handed. Former Area 51 scientist Boyd Bushman claimed that aliens and UFOs do exist. Before Bushman died in 2014, he spoke with Mark Q and made his deathbed confession about aliens and UFOs he witnessed at Area 51. エリア51の前科学者であるボイル・ブシュマンは死ぬ男の告白で UFO 並びにエイリアンは存在すると証言しています。広志林浜松セリージャパン。まず皆さんにご覧いただきたいのがこの動画です。この動画はロシアの KGB から漏れ出たものと言われていますが、真偽のほどは分かりませんが、それは重要な問題ではありません。この動画を見てこれが本物か偽物かということです。現代技術を使って合成された写真と判断すればそれまでですが、その判断をなさるのは皆さん自身かと思います。今手が出てきましたが、手の動きも自然です。そして私はこのエイリアンと思われる人物の手に注目してみました。まあ、このような華奢な体つきをしているわけです。そして顔の筋肉一つ一つが大変自然な動きをしているのがわかります。皆さん自身で確認してください。ここが今日の最大のポイントということになります。つまりこの動画は本物か偽物か、つまりインチキかということです。で、この動画をもとに今日は話を進めてみたいと思います。ボイド・ブシュマンの証言は本物なのか、それともボイド・ブシュマンの作り話なのか、この動画が一つの決め手となります。しっかりと確認してください。繰り返しますが、私林浩司はこの動画は本物であると判断しました。で、もう一度ボイド・ブッシュマン氏の動画を見ていただきたいと思います。この動画は昨日編集しアップロードしたものです。2018年12月27日です。で、ボイド・ブッシュマンはこの中でですね、エイリアンの手なるものを紹介しています。その一部を皆さんに確認していただきたいと思います。ここですね。これがエイリアンの手だとボイド・ブッシュマン氏は証言しています。ボイド・ブッシュマン氏自身がこの写真を撮影したと証言しています。で、この手が、まあ、本物なのか偽物なのかということになるわけですけども、この手と同じものがですね、先ほどお見せしました KGB からリークアウトした写真の、まあ、動画のですね、エイリアンの手と一致しています。これがボイド・ブッシュマンが示したエイリアンなる人物のですね、手ということになります。で、比較してみますが、まずこの手をしっかりと確認してください。指が普通でないほどに長いということですね。左が私の手です。右がボイド・ブッシュマンが示した写真です。指の長さが
まあ、ボイド・ブッシュマン氏によればですね、人間のそれよりも 30% ほど長いということです。そして先ほどの KGB からリークアウトした動画ですけども、この中に右のエイリアンと思われる人物の手が出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。で、この手とボイド・ブッシュマン氏が示したエイリアンの写真の中に写っている手が一致していると私林浩司は判断しました。ストップモーションかけてみますから注意深くご覧ください。ここですね。ここでストップモーションかけてみました。で、この手をですね、拡大し180度回転してみます。180度回転しました。で、この手と中央の手を比較してみてください。私は同じと判断しました。いかがですか。となると、ボイド・ブッシュマンのこの写真も KGB の動画も両方とも本物か偽物かという択一問題ということになります。つまりどちらも本物であるか、どちらも偽物であるかということになるわけです。しかしこの両者の間には接点がありませんので、つまりこの両者は本物であると私は判断しました。つまりボイド・ブッシュマン氏の証言は真実であると判断して良いのではないでしょうか。つまりボイド・ブッシュマンは真実の告白者ということになりますが、となるとボイド・ブッシュマン氏が示した一連の写真はですね、まあ皆本物である、つまり信憑性がぐんと高まるということですね。つまり真実であると判断して良いということになります。もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。左が私の手、右がボイド・ブッシュマン氏が撮った写真です。そしてKGB から漏れ出たと言われている動画の中に映っているエイリアンらしき人物の手です。で、この3者をですね、比較してみるとですね、右2者は明らかに人間の手ではないということになります。と同時に右2者はですね、2つはですね、つまり信憑性の高いエイリアンの手ということになります。となるとボイド・ブッシュマン氏が動画の中で示している写真は本物であると判断して良いのではないでしょうか。という前提でボイド・ブッシュマン氏がですね、動画の中で示している写真をここで検証してみたいと思います。で、ボイド・ブッシュマン氏が撮影したとされる写真ですけども、この写真の中には UFO らしきものが写っています。この写真も UFO のものということになります。で、ボイド・ブッシュマン氏のこうした一連の写真ですよね、について否定主義者の方たちはフェイクであると、そのように主張していますが、ここで大変気になる写真が出てきます。左上のこの UFO です。ボイド・ブッシュマン氏がエリア51で撮影したと言われています。で、それと同じものがですね、このようにリークアウトしているわけですけども、この写真は偽物であると一般には言われていますが、ボイド・ブッシュマン氏の証言といいますか、写真を重ね合わせてみると信憑性がぐんと高くなるということです。もう一度比較してみてください。
ボイド・ブッシュマン氏の持っている写真の方は、まあ、台紙の方がですね、ややたわみがあるという点も考慮に入れてください。つまりこの両者は両方とも本物なのか両方とも偽物なのかということになりますが、私は両方とも本物であると判断しました。その証拠の一つが次の動画ということになります。まずそれをご覧になってください。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched an object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?上がある若い男性が飛行機の中から偶然写真に撮った謎の物体です。で、明るくしてみますと楕円形の形が浮かび上がってきます。赤い線でそれをなぞってみました。で、この物体は何かということなんですけども、実はこの物体はですね、先ほどお見せしましたエリア51で撮られた UFO なる、まあ物体ですよね。一般には偽物と言われていますけども、奇妙な点で一致しています。この黄色い線に注意してください。ちょうどこの黄色い線のところにですね、スポークのように中心部から外縁部に向かって分かれているように見えます。その分かれ方の数がですね、正確には分かりませんが、ほぼ同じと私は判断しました。つまり下の物体がですね、エリア51の上を飛んでいて、それを、まあ、飛行機から見た人がいて、それを写真に収めたということではないでしょうか。つまりこれがその証拠、イコール下の物体はこれはいたずらではなくて本物であるということになるのではないでしょうか。話をつなげます。他にもブッシュマン氏はこんな写真も紹介しています。まあ、従来の UFO ということになるわけですけども、そして先ほど紹介しましたエイリアンの手ですね、指が長い、この手が本物であるということになれば、一連の写真も皆本物であるということになります。で、エイリアンの死体って言いますかね、の写真もブッシュマン氏は公開しています。グレーとブッシュマン氏は言っていますけども、グレーにもいろいろなタイプのグレーがいるようです。で、その一方でこんな写真もやはりリークアウトしてますけども、この写真については一般には偽物である、作り物であると判断されています。Mars and Earth as it's seen by UFOs andHere's another. Now, we aren't going through motherships.
or anything like that. Nevertheless, those are the UFO. Now, when they actually get powered up and actually start traveling, it turns like this. You do not hear sound. They're up. They travel like that. They look like that. And they travel extremely rapidly. Now, the question is who are they? Here's another one. That's, you see the bottom? How it's all white? It's turned on. Here's also the bottom turned on. Strangely enough, I asked them to take pictures of the power unit on the bottom. Up close and personal, they gave me this. I don't know what this means. That's when my camera actually looks into the power center of the UFO. Now, I asked them to tell me about who was flying these things. He therefore said, fine, they're approximately 5 feet, 4.5 to 5 feet tall. They had one or two of them around that were 230 years old, and we have a total of at least 18 that exist and operate with our facility as Teller set it up. Now notice the eyes are different, nose are different, but they do have 5 fingers, 5 toes, 2 eyes, rather strangely enough, I asked him how they communicate. He says, well, it's like this, Ward. You all of a sudden have a question in your mind. You walk into a room with one of them, and all of a sudden you find yourself giving the answer to your question in your own voice. They're able to use your own voice by telepathy to talk to you. And I said, fine. Now, that's how they look front. But when you turn around and look at the back, it's like that. Now, notice that they have 3 back bones. They're actually cartilage. Nevertheless, it's a much more efficient system than ours. They also have 3 ribs in their system rather than more. This is also the back side of an alien. Here's a 45-degree look. And here's the back of the head. Notice the veins and no hair. And now when we talk about aliens, I push the issue and he said, well, there's kind of 2 groups of aliens. They divide them into 2 groups. One group he calls, it's like you have a ranch. And you have a ranch and you find that one group are your wranglers that know how to wrangle your cattle. There are others are rustlers
ones that steal your cattle. And indeed, that the two groups do act differently. To the ones that are wranglers are much more friendly and have a better relationship with us. Here's the other side of the alien too. Now also notice that their feet, where they have five toes, the toes are joined together like a frog, and yet they are dissimilar. Now there was a surprising occurrence, and that is my friend had one of them that was a friend, and he died here. And 10 days after his death, I was out visiting my buddy who's in this picture. And if you look very close, you can see that his friend is in spirit form and right over his left shoulder. You can also see that the fingers are long, that there is something. We have an expression that basically say when a person dies, they stay around their body for 3 days and then go off, and they basically have the same thing that happens to them. Now, with respect to the alien craft, we have American citizens, which are... see what other people can see. Some people can see when shown by other people, but some other people can't see even when shown by other people. Then how about us?2002年の8月 UK のクラブウッドに現れたクロップサークルです。そのクロップサークルの左下のところに何やら絵のようなものが描かれているのがわかります。これは何かということですけども、左に3つの点があります。この点は私は流れからしてですね、惑星を表していると思います。右下から水星、金星、そして地球ですね。となると手前下と言いますか、そこにあるのは何かということになります。もやもやとした感じがします、この部分ですね。でここに何があるかですけども、明度を変えたりコントラストを変えたりしてみますと、何かしら絵のようなものが描かれているのがわかります。あるいは球形と言いますかね、円形のものが描かれているようにも見えます。で太陽かなというふうにも思いました。
あるいは火星かもしれません。で、流れからすると火星かなということになりますし、太陽かなというふうにも迷いますが、火星ということになるのではないでしょうか。で、私林浩司はここに描かれているのは火星からやってきたヒューマノイド、つまり地球適応型のヒューマノイドであると判断しました。つまり火星人の手先となって地球で働くヒューマノイドというわけです。ですからこのグレーと呼ばれているエイリアンは地球でも人間と同じように呼吸し、地球の環境の中で自由に動き回ることができるということになります。で、このグレーは言いました。私は火星からやってきたグレーなんですよと。広島市浜松市ジャパン。Nazca lines in Nazca Plateau in Peru are lines that show the directions to each ruin. I name this theory Hiroshi Hayashi's Nazca Theory, and the lines to the similar ruins gather together at one single platform in Nazca. I name thisTheory, Hiroshi Hayashi's platform theory, and then we are able to know the historical connections between these ruins with these two theories. Moreover, we are also able to solve a mystery of a ruin with these two theories, a mystery of a ruin which is left unknown.What it is for humans. Then, I, Hiroshi Hayashi, hereby define the theory as Hiroshi Hayashi's line history theory, because with the theory, we are able to know the secret history of the ruin, what it is. Then the largest mystery of Nazca lines is that, whocreated these lines for whom and what for. But I can hear their voices whispering in my ears that someday you will reveal this fact and you will know what Nazca lines are. And then it's time for humans to know what we areAnd what for we did it. We did and left these lines for humans to know that the whole hidden history on this planet, the Earth, were created by us. Now is the time for you to know the truth of human history. Because the history of this planet is the history ofOurs, as well as of yours. Humans are not alone on this planet. Both you and we are brothers and sisters. Nazca Lineは世界の拠点の方向を示す方向指示ラインです。これを林浩司のナスカ理論と言います。また関連性のある拠点からのラインはナスカ高原で一つのプラットフォームに集まります。これを林浩司のプラットフォーム理論と言います。つまり逆にそのプラットフォームに集まるラインからそれまでは分からなかったその先にある拠点の謎を解くこともできます。言い換えるとナスカのラインおよびプラットフォームはその謎の答えを私たち人間に教えてくれる言うなれば歴史ライン
歴史ラインということになります。これを林浩司のラインヒストリー理論と言います。だから私にはこんな声が囁いているように思います。いつか君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろう。その時君たち人間は誰が何のためにナスカのラインを引きプラットフォームを書いたかを知るだろう。そう、そのラインを書きプラットフォームを書いたのは私たちなんだよ。人間の歴史は同時に私たちの歴史でもあるんだよ。この地球は人間だけのものではないんだよ。つまりね、私たちはあなた方人間と兄弟なんだよと。広瀬やし浜松シティジャパン。Before Christopher Columbus completed four voyages across the Atlantic Ocean and established settlement on the island of Hispaniola, initiated the permanent European colonization of the Americas, there had been already a line in Nazca which shows the direction to Area 51 of present-day USA. This fact indicates that Area 51,which stands for Area for Mars in Jewish Gematria, had been there as it is now long before the days of Christopher Columbus. This is an important point for today's video, but why? Why had it been there in Nazca, the line which shows the direction to Area 51?ナスカ高原には現在の USA のエリア51の方向を正確に示すラインがあります。通称グランドクロスと呼ばれるナスカ高原においては最大かつ最も目立つ直線です。つまりコロンブスが大西洋を横断する4回の航海を成し遂げる以前からそのラインはあったということです。ここが重要です。コロンブスがアメリカ大陸を発見するはるか以前にすでに現在のエリア51の場所を正確に指し示すラインがナスカ高原にはあったということです。なぜでしょうか。エリア51の謎はまさに底なしの様相を示してきました。広瀬林浜松セリージャパン。Nazca lines are inheritance from Martians to humans to let us know the real history with God. Nazca のラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広瀬林浜松シティジャパン。
ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロースと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間です。ではこの縦長長頭人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディア・イングリッシュには次のようにあります。イギギ was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki. In one myth, the Igigi was a younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし、人間の創造によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただゼカリア・シッチンはこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのがニビル、つまり横切る星であると説明しています。がここで注意していただきたいのは中央のその人物です。これが太陽とゼカリア・シッチンが説いています。そしてこれがイギギ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということをセカリア・シッチンは判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは
相手に挨拶をしたわけですけども、まあ大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確に正確に正確にエリア50種の方向を示しています。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長長頭人間です。その頭蓋骨と先ほど紹介しましたイギリの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長長頭人間の頭蓋骨です。私林博士はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長長頭人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長長頭人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長長頭人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭、そして出っ張った頬骨ということになります。つまり向かって左側この人物がイギギ火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長長頭人間もイギギ火星人ということになります。こうしてゼカリア湿疹の解読した謎とエリア51とそしてナスカ高原のライン群がつながりました。がそれだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。で拡大してみますと人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです、縦型長頭人間です。その縦長長頭人間をダ・ヴィンチ自身が描いていました。右から二人目はパラカスの縦長長頭人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長長頭人間とつながりました。
ナスカ高原です。このラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになります。そしてそのナスカ高原はエリア51とつながっています。つまりエリア51は地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですか？もちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。では何のためにナスカラインを作ったのですか？もちろん人間のためですよ。あなた方人間のためですよ。え？人間のためですか？もちろんそうですよ。いつの日か人間の皆さんはこうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてその時人間の皆さんは私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっています。そしてそれぞれの遺跡との関連性をこのナスカ高原のラインを知ることによって皆さん地球人も知ることができるのです。つまりね、ナスカのラインというのは人間の皆さんのための言うなれば歴史の記録書ということになるのです。わかりますか？つまりね、ナスカラインというのは未来のあなた方のような人のための、つまりは遺産ということになるのです。これによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということです。あなた方火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですか？そうです。もちろんそうです。あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによってあなた方が何であって、そしてどこから来たかを知るところとなるのです。いいですか皆さん、あなた方人間は神の息子たちであり、そして娘たちなんですよ。それをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです。As to Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA,The correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent forAFOSI or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. エリア51とは何か。近年になりより多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して。元空軍特別調査機関AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった
リチャード・ドティもその中の一人です。広し林浜松シティ・ジャパン。スティーブン・エン・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地において UFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DET3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地のDET3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップグラマン社もありました。当時はEG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社の
チーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。またそれにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも、壊れたような箇所があったからです。が、その表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと、円形の実際馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガーセブンの近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったら、あなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったら、それらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きました。が、そこにいる間に、私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降り、ランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞
聞かされました。またさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How would that be? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth, and on two occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。
そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするためのすべての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時、数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。二つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでしたが、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。
アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at the small plutonium bombApollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみればまだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく、何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松市、ジャパン。
Today's point is that you can see number 51 in the painting of Mona Lisa. Also, you can see the scene of Mars in the painting of Young Mona Lisa or Isleworth Mona Lisa. Number 51 stands for Mars in Jewish Gematria. Area 51 in USA was a Martian's base on this planet Earth. The vertical line of the Grand Cross in Nazca Plateau shows the direction sharp to Area 51. And Leonardo had a friend named Igigi with a vertically elongated skull who came from Mars. In this way, Mona Lisa, Mars, Area 51 USA, and Nazca are connected with only one person named Leonardo da Vinci, who had a Martian friend. And you may ask me, why Nazca? Because Paracas is their homeland for Martians. Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Ladies and gentlemen, this is Area 51, and what is Area 51 for humanity? Here is my answer to the mystery of Area 51. Wikipedia English writes about Area 51 as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hulme Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. The Area 51 is and has been Martian's base on Earth. Here is its evidence and proof. アメリカでも最重要の、かつ最も機密性の高い空軍基地がエドワード空軍基地、通称エリア51と呼ばれている基地です。CIA はその基地をホーミー空港と呼んでいますが、そこは今も今までも火星人たちの地球における秘密基地でした。その証拠と証明をこの動画の中で皆さんにご覧いただきます。広島市浜松シティ、ジャパン。林広志のナスカ理論による証拠と証明。最初からもう一度説明します。エリア51です。このエリア51の中心部からナスカに向かってラインを引きます。皆さんをナスカ高原へ案内します。そのナスカ高原には長さ10キロ以上、幅20メートルから40メートルの長大なラインがあります。グランドクロスと呼ばれている
その縦線です。左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。黄色い細いラインがそのラインです。左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインです。そのラインは寸分狂わず正確に正確に正確にグランドクロスと重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。ここが今日の最も重要なポイントです。黄色いラインはエリア51から引いてきたラインです。黄色いラインに注意してください。そのラインはグランドクロスの縦線と正確に正確に正確に重なります。つまりグランドクロスの縦線はエリア51の方向を示しているということになります。地上に降りてそのラインを南から北へ登ってみます。このラインです。長さが10キロです。幅が20メートルから40メートルあります。このラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を向いています。つまりナスカ高原のこのライン群はすべてエリア51を意識して作られたラインということになります。 by 林博士のナスカ理論による証拠と証明ということになります。がそれだけではありません。またそれだけで満足しているわけではありません。もう一度皆さんをエリア51へ案内します。エリア51、いろいろな名前で呼ばれていますが、エリア51というのが最もよく知られた名前です。がエリア51とは何か、エリア51の51は何を意味するか、その意味を知っている人は2018年の7月現在、私林博士と TM 氏以外誰も知りません。またそれについて説明した文章証拠は何もありません。となるとなぜエリア51なのか、なぜ51なのかという謎が湧いてきます。それを説明する前にまず皆さんにエリア51を見ていただいています。誰が何のために建設した空軍基地なのでしょうか。またなぜこれほどまでに厳重に管理された空軍基地なのでしょうか。謎が謎を呼びます。がその答えはこの51という数字にありました。その謎を解く鍵が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるモナリザの中にありました。モナリザの絵の中に51という数字が隠し込まれていました。タケさんという方の大発見です。その51は何か、51というのは11種ガマトリア、ユダヤの暗号によれば火星という意味です。そしてモナリザ、もう一枚のヤングモナリザ、通称アイルワースのモナリザと言われている絵の背景には火星の様子が正確に正確に正確に描き込まれていました。絵というよりは写真としてその絵の中に描き込まれていました。これがエリア51の上空で撮られた写真です。モナリザです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるモナリザです。この絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。注意深くご覧ください。この赤枠で囲んだ部分です。左右反転し明度を上げてみます。するとここに
51という数字が浮かび上がってきます。中央に5ですね。そしてその下に1という数字が見えます。つまり11種ゲマトリアによればですね、51、つまり火星ということになります。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はモナリザ、そしてヤング・モナリザ、アイル・ワースのモナリザの絵の背景に火星の様子を正確に正確に描き込んでいました。ここに5という数字があるというのは竹さんという方の指摘です。そしてその5という数字の下に1という数字があるということを竹さん並びにワイルドスタイルカスタムズさんより指摘していただきました。51、つまり11種ゲマトリア、ユダヤの暗号によれば51は火星を意味します。つまりモナリザ、ヤングモナリザの背景になぜ火星の大地が表現されているか、これでその理由が分かりました。ここがこの動画の第2の重要なポイントですから、皆さん自身の目でもう一度確認してください。モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。当初私はですね、この1を探したわけですけども、これかな、これかな、もう一度絵を拡大し皆さん自身に確認していただきます。左右を反転します。するとここに5と1という数字が現れてきます。51です。51です。つまり1500年後のイエスはこのような形で500年後の私たちにメッセージを残したということになります。51ですね。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そして同時に君たちがどこから来て誰であるかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は神々の息子であり娘なんだよと。51にはそういう意味が含まれます。繰り返しになりますが、モナリザの絵、そしてヤングモナリザの絵の背景には火星の大地、そして火星に生える樹木が描かれていました。となるとこれらの事実、ナスカの直線、そして51、ネリス空軍基地をエリア51と呼ぶ、そうした事実をどう考えるかということになります。一つの仮説がここで立ちます。つまりもともとエリア51は火星人の地球基地であったという説です。by 林博です。そしてその基地を何らかの形でアメリカ軍が発見した。そしてその基地を自分たちの基地として利用するようになったということです。つまりエリア51はもともとは火星人の基地であったということになります。またそう考えることによって今までの謎が全て氷解します。
こうしてエリア51とナスカ高原のラインがつながりましたが、なぜナスカなのかということですけども、それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。ナスカ、そしてその北のパラカス地方はまさしく火星人の地球の故郷であったということになります。で、もう一度最後にナスカラインを確認しておいてください。エリア51からナスカに向かって線を引くと、そのラインは寸分の狂いもなくティオティワカン、あるいはププカティペティ山を横切り、そしてナスカ高原のこのラインと重なります。ナスカ高原で最も長大かつ太いラインです。この黄色いラインは、左上からのラインはエリア51から引いてきたラインです。皆さん自身でもご確認できると思います。そのラインは正確にナスカ高原のグランドクロスの縦線と重なります。長さは10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。高い宇宙の上空から見て初めて確認できるラインということになります。が、それでもあなたはこのラインは人間が引いたものであり、そしてエリア51を正確に指し示しているのは偶然と言い張りますか？あとはあなた自身の判断ということになります。で、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいことはですね、つまりナスカのこのエリア51を正確に指し示すラインが作られた時にはまだアメリカ大陸そのものが発見されていませんでした。すでにその頃からナスカにはこのようなラインがあって、そして現在のエリア51の場所を正確に示していたということです。つまりエリア51の場所はアメリカ大陸が発見される以前よりそこにあったということです。